どうもルノです。今日はですね、5分で終わる時短メイクをやっていきたいと思います。手軽だけどちょっとこう夏っぽい感じに仕上がったらいいなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。じゃあレッツゴー。最初に日焼け止め兼下地やってきます。こちらアリーのクロノビューティーカラーチューニング UV の03番使っていきます。こんな感じのちょっと肌色っぽいカラーが入った日焼け止めになっております。友達にね勧めてもらって買ってみたんですけど、もうすっごいねやっぱ使いやすいです。なんか私が買ったカラーが明るいのかかなりトーンアップする気がします。私結構ね塗り残しとかしちゃうタイプなので、そこだけちょっと気をつけて塗っていきたいと思います。大丈夫かな。クッションファンデティルティルのマスクフィットレッドクッション 21N 使っていきます。これはねもう崩れにくいっていう定評のあるねクッションファンデになるんですけども、これポン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 と叩き込んでいきます。今回はね時短メイクってことで本当に簡易的にやっていこうかと思うので、今回はコンシーラーとかでカバーはせず、今回はこういうクッションファンデとかでねカバーはしていきたいと思います。あとこれも結構ねカラーが明るくなる気がします。どうでしょう、なんかある程度はすごいいい感じのお肌になったかなと思います。エクセルのラスタリングシアーパウダーを使っていきます。こんな感じのホワイト系のパウダーになってます。ティルティルのねクッションファンデが割とこうマット寄りというか、パウダーでねポン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 ね乗せていくと本当にこう厚塗り感というかちょっと重たくなっちゃうので、こうブラシがついててサササッと塗れるものを使っていきます。エクセルのねブラシはこのようにもう付属品でパフじゃなくてブラシがついてるので、サササッと軽めに塗れます。であとはこれ自体は粒が細かいので本当になんか重たくならずつけれるのがいいポイントかなと思います。すごい均等でいい感じの肌になってると、すごい楽ちん。あんまり今お肌がねこうニキビとか何かポンって出てるわけではないので、クッションファンデだけでこうカバーできてるっていうのはあると思います。エクセルのパウダー&ペンシルのモカブラン使っていきます。もうこのペンシルがあるだけで絶対楽だと思います。結構私アイブロウ系2本使いしてるんですけども、こうギュッと凝縮するときはこのエクセルの1本で十分かなと思います。こう眉毛が足りないなと思う部分にこうサササッと描き足していきます。もうほんとふんわり仕上がるのですごい失敗しにくいと思います。あとはこうブラシがついてるので整えていきます。もっとギュッとしたい方は眉ティントとか事前にしとくとこの今の工程がなくなるので、もっと時短にする方法はあると思います。セザンヌのアイブロウマスカラ使用していきます。こんな感じの自然なブラウンカラーになっております。これもカラー無難なのでこのカラーを使っていきます。アイシャドウエクセルのアイプランナー04番使っていきます。ちょっとこうラメ感があってブラウンと赤の間みたいなカラーになっております。アイシャドウは基本一色でやっていこうかなと思います。なのでこうぼかしやすくって、なおかつこう目元がねこう華やかになるようなカラーを選びました。指でこう目の際から上に広げていきます。こうやって上にぼかしていくだけでグラデーションになるのですごく使いやすいです。下まぶたもさっそと塗っていきます。うっすら存在感が出てくるような感じかなと思います。はい、こんな感じです。単色アイシャドウなのでいろいろあったんですけども、ブラウンとかにしちゃうとちょっと秋っぽい感じに仕上がっちゃう気がしたので、こういうね夏服とかに合わせてちょっと赤とかね明るいカラーが入ったようなものを選びました。マスカラがケイトのラッシュフォーマー EX 使っていきます。こんな感じのちょっと濃いめなブラウンになっております。でちなみに私今まつげパーマをしてる状態なのでビューラーがなしでやっちゃいます。こんな感じでささっとちゃいます。こんな感じでささっと塗るだけでボリュームが出ますね。ちなみにこのマスカラは乾くのがかなり早いので、こういう風な時短メイクにはめちゃめちゃありがたいアイテムです。こんな感じになります。乾きが早いのですごく使いやすいっていうのと、ちょっとこう濃いめなブラウンを使うことによってね、こう締め色じゃないけどちょっとしたこうアイラインみたいな効果も発揮されるので、より目元がねはっきり強調されていいんじゃないかなと思います。でそしたらもう最後でございます。早いもう本当に今省けるものは全部省こうかなと思ってるので、今日はハイライト系とかそういうのはなしでやっていこうかと思います。あとはもうリップとチークだけやってきます。
ジェルスチュアートのブルームドロップリップ&チークシフォンの08番使っていきます。こんな感じでジェルスチュアートっぽいデザインでめちゃめちゃ可愛いですよね。こんな感じで筆先のところもお花みたいになってめっちゃ可愛いです。カラーはこんな感じでちょっとブラウンレッドっぽい感じのカラーになっております。このシリーズ最近すごい見かけますよね。ちなみにこれね、あのシリーズの中でも一番深みのあるカラーになってます。結構テクスチャー的にはみずみずしい感じですね。あと香りはめっちゃジェルスチュアートの香りです。わかるかな。ジェルスチュアートの店内の香り、本当にそんな感じです。今回もポンと乗せていきます。でかなり発色がいいと思うので、本当にね一回ポンと置いて伸ばしていく感じがいいかと思います。ここ真ん中にポンって乗せるとね、リンゴちゃんみたいになる可能性があるので、外側から内側に叩き込んでいきます。そうするとねちょっと失敗しにくいのもあるので、こういうやり方でやっていきます。でリップはベタ塗りでいきます。塗り心地めちゃめちゃいいです。スルスルしてる。こんな感じです。すごい。これすぐねピタってくっつく。マットっぽくなるのかな。すごい、乾くの早い。あ、すごいよ。見て、わかります？今ちょっと破けちゃってたけど、この辺ちょっとカラーがうっすらこんな感じでやったけど、全然ついてない。すごいですね。これはすごいわ。重ね塗りしてみますね。めっちゃいいですね。これだけで華やか感じで、今回私ね結構手間をがっつり省きたかったの でこれリップとチークに使えるってことはアイシャドウも使えますかみたいな感じで店員さんに聞いたら、いやあのアイシャドウはやめてくださいっていうふうには言われました。あの皮膚がね薄い部分とかまぶたとかに塗っちゃうと、まあ色がねなかなか落ちなかったりとか、それこそあの色素沈着みたいな感じのねあの原因の一つになっちゃうので、まあ公式で言ってた通りリップとチークに使ってくださいってあの言われたので、まあ聞く私がなんですけども、まあ一応ねあの確認取ったところ、このアイシャドウはあまり使わない方がいいかなっていうのはやっぱり思いました。はい、ということでねこんな感じで仕上がったので、ちょっと髪の毛やらやらセットしていきたいと思います。バイ。はい、完成です。いつもよりも工程はもうギューってなってるんですけども、まあ、ちゃんとメイクしてる感じも出てるので、すごくあのいいんじゃないかなと思います。これからのねお出かけ先とかもね、やっぱこう荷物はね多いより少ない方がいいので、まあ、そういった時にもめちゃめちゃ使えるアイテムたちかなと思います。まあ、あとはコンシーラーとかねあまり大きくね塗ってないので、まあ、多分崩れにくさはあんまりないんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね一つの参考にしてみていただけたらと思います。ということで今日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。